どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回お知らせ、とうとう時間が決まりました。はい、2019年7月6日に行われる代々木公園で行われているアースガーデンというイベントの中で、今年で3回目になりますけど、1000人ガズレレ、これちょっと前からご案内してるんですけども、集合時間と集合場所決まりまして発表いたします。まずですね、流れはこうですよ皆さん、今ね課題曲5曲出してますから、その5曲を皆さん家で覚えてきてもらって、そして、当日会場7月6日に代々木公園に皆さん全国各地からもうわーっと集まってきて、ちょっと事前練習します。はい、その集合時間11時半です。午前11時半、 OK、 11時半ですよ。場所はここです。この写真のところ、ステージから見て向かって右側のちょっとね、広場があるんですよ。そこになんとなしに集まってきてください。そしたらそこに私いますからね。はい、でそこでやる5曲さーっと練習しましょう。はい、で練習してこう息を合わせます。まずね、まず息を合わせます。いいですか、この場所に11時半集合、練習のためです。はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、本番のステージっていうのがありましてですね、12時半ぐらいからこう用意し始めて、ちょっと過ぎに、あの代々木公園のステージでやるわけです。その曲をみんなで思いっきり歌うわけですよ。そうするとその集まってきたウクレレガズレレ仲間さんが歌ってると、そこに公園に遊びに来ている何もガズレレとかウクレレのこと知らない人が、なんじゃこりゃ面白そうってなるわけで、で一緒に歌ってくれますから。はい、いやこういうことになっております。なんで11時半にその集合場所に集まって練習して、12時半くらいから本番に向けてステージの周りに集まって、で12時40分過ぎぐらいにみんなでステージに登ってもいいし、下で弾いてもいいですよ。思いっきり青空の下で歌いましょう。青空になることを祈っております。はい、そんな感じでございます。皆さんバッチリ記憶しましたね。でやる曲、以前私も公開します。ここにリンクも貼っときますけどね。はい、まず1曲目、365日の紙飛行機やります。で2曲目、パプリカ、パプリカです。3曲目、ルージュの伝言。4曲目は、ガズレレソング。5曲目は、いつもの大定番曲。日曜日よりの死者、土曜日ですけどね。はい。この5曲を本番で大合唱しましょう。練習しといてください。で、今の私が話した流れ、ブログに全部解説してます。ここにブログのリンク貼っておきますからね。ここにブログのリンク。このブログで、よく見といてくださいね。なんで今日、整理しますよ。11時半に、代々木公園の野外ステージ右が向かって右側のエリアに集合して練習。12時半過ぎになんとなく集まってきて、その流れでステージに登ってもいいし、その、まあ、とにかく1000人でその5曲を歌うと。その、さっき言った5曲を、練習してきてくださいと。覚えてもらうのは一番理想ですけど、ちょっと難しいなって方、カンペの用意などするのもいいと思います。カンペとかこうね、誰かこうカレンダーとか、まあ貼るのかな、わかんないですけど。まあまあ、私も今一生懸命覚えているところでございます。曲を覚えるのはなかなか豊かな時間ですけど、皆さん、ぜひやってみてください。はい。楽しみですね。待ってますよ。で当日なんですけど、じゃあ、こういう T シャツも、どうですか、これ着て集まるっていうのは。こういうグッズなんかもね、ホームページに載ってますから、グッズページ、ここにリンク貼っときますけれども、こういう T シャツ着れて、またテンションも上がるということで、グッズをみんな持って、集まってきてくださいよ。あ、これ言わなきゃいけないね。入場無料、参加しますとか宣言全くいらない。当日、いきなり来て、いきなりみんなで一つの曲を、思いっきり歌う。あの、豊かさ。去年の写真見せましょう。はい、ドン。これ、今年皆さん、あなたもここに立ちましょう。はい、これはね、いいですよ。ぜひ、皆さん、お越しくださいね。全国からの参加をお待ちしてます。千人ガズレレって書いてあるけど、もっと来たっていいんですよ。ただ言ってるだけですから。はい。面白いですよね。そんなわけで、2019年7月6日土曜日、代々木公園アースガーデンというイベントの中で行われるガズレレの時間帯、お見逃しなく。本番は、12時半過ぎです。はい。おっかなびっくり見に来るだけでもいいですよ。でも歌ってね、一緒にね。よろしくお願いします。はい。ガズレレ .com。ホームページも、ここに書いてある。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバーイ。